高等教育ににおけるるる学位に準ずる称号であり及びであありび日本国では、高等専門学校を卒業した者が称することができる、日本国内にのみ通用する学術称号のことである。また、短期大学専攻科及び高等専門学校専攻科を修了して、学士の学位を得た者は、この者は大学院修士課程に進学することができる。 純学士は1991年学校教育法の改正により同法第70条の8に規定された称号である。それまで卒業を証明する学位が与えられなかった短期大学及び高等専門学校の卒業生に対してその教育修了を証明する概念として創設された。基本的には日本国内の学位と同等に扱われるが厳密には 日本国内の学位に準ずる学術称号であって、国際学術上に認められた学位そのものではない。準学士の設置に至る背景としては、平成3年の諸高等教育機関の改革と、並行して改革が模索され、諸外国で短期高等教育機関の卒業生に称号が与えられていること、称号を用いれば円滑に外国の大学へ留学、または編入学できること、 日本の短期大学の外国人留学生から称号の要望があったことなどが挙げられる。その後、学校教育法のさらなる改正により2005年10月1日以降に短期大学を卒業した者には新たに創設された学位である国際学術上に認められた学位、短期大学士が授与されることとなったため、準学士は日本国内の高等専門学校においてのみ、 授与される学術称号となった。また、学校教育法の一部を改正する法律不足第3条の経過措置規定により、当該制度改正前に短期大学が授与した准学士の称号は、短期大学士の国際学術上に認められた学位と同一であるとされたが、制度改正前に高等専門学校の卒業生に、 与えられた純学士の称号については変わらず従前の通り、純学士のままとされた。高等専門学校では純学士の称号、専門学校では専門士の称号を付与してきた。純学士は高等専門学校卒業者の社会的評価に負荷を与える意味で、その創設が求められ、教員免許において日種免許取得の要件に純学士の称号取得が課せられたことで、 一定の意義が定着した。また、これまで大学学部の3年生に、準学士入学と称して編入学できる制度も確立されてきたが、最近では、短期大学卒業者、高等専門学校卒業者にも併設される、専攻科を修了して、学士の学位を取得することで、大学を経ることなく大学院博士前期課程並びに、専門職大学院専門職学位課程に、 志願できる制度が定着し、純学士は高等専門学校卒業者の可能性を大きく広げる役割を果たしている。学位が国際的な概念であるのに対して称号は日本国内でのみ通用するものに過ぎないという問題点も存在し、この解消を求めた短期大学に対して政府は新たな学位として短期大学士を創設した。これにより、 短期大学では卒業者に短期大学士の学位を与えるようになり、純学士の称号は高等専門学校特有のものとなった。短期大学のみに新設学位の授与が認められた背景には、もともと短期大学が2年生の大学として総合的な教育を施行しているのに対して、高等専門学校が技術教育に要点を置いているという違いが存在する。とはいえ、両者に、 今のところ大きな社会的価値の違いはなく、就職などの場面で大きな差をつける要因にはなっていない。なお、高等専門学校卒業後、準学士の称号を取得している者は、称号取得後、関連業務経験2年で、専修学校高等家庭教員資格、4年で専門家庭教員資格の要件を満たすとされる。大学学部に2年以上在籍し、 62単位以上、習得した学生は短期大学や高等専門学校卒業者と同様に大学3年時編入学資格を得るが、この要件を満たして中退した学生に対しては、学校教育関連法の制約から、大学や学位認証機関が、準学士の称号を送ることはできない。イギリスにおけるファンデーションディグリーは、資格単位、フレームワークレベルごとされる。これらは、 欧州において、アソシエイトディグリーズと等価であるとみなされている。フランスにおいては、大学一般教育免状が存在し、国家が発行する高等教育レベルのディプロマである。バカロレア取得後、2年間の高等教育を受けた段階とされる。しかし2002年の制度改定により、デュグの新規取得は停止され、バカロレアの次の段階は3年過程のリサンスとなった。 デューグ一覧ニュージーランドの純学士号はニュージーランドクオリフィケーションズフレームワークレベル5とされる1から2年間の職業専門コースで終了後に総合大学の学士課程に入学することが可能。サーティフィケートという NZQF レベル4の6ヶ月間から1年間の初級レベルのコースは純学士号の入学条件として利用できる。ファンデーションディグリー。ありがとうございます。